どうも。暗黒放送でおなじみのですね。マッスル横山って言います。ポンちゃん行くわ。行かなくていいよ。今帰ってきた。もう熱さんも高田もね、田口も絶対今日放送しないと思うよ。でも私は、リスナーさんを待たせるのが大嫌いな人間だから、ちゃんと放送するから。彼方にかぶせないで。お風呂にね、味噌汁入れて、ね、もうネタがないから、露出魔の放送なんか見てどうすんの？食べ物を無駄にして遊んでさ、味噌汁にどうせ風呂ぶち込んでさ、汚いだけじゃん。ね、そのにさ、水着になりたいんだったら、なったら？プールかどっかで。そんな放送、うちにさ、関わりないんだから書かないで。ね。露出魔女の三流お笑い芸人以下の、私って可愛いでしょうと言いながら、ね、水着になって男を誘惑するぐらいしか、ね、才能とネタがないような無能の女の放送うちで宣伝しないで。俺あいつ嫌いだから。コミュすら入ってないぐらい嫌いだから、書かないで。俺なんで怒ってるかっていうと、あいつに恨みがあるんだよ。俺の親友のたかしに対してさ、たかしが突したら、ね、私ね、目玉にゴミが入ると払いのけたくなるのって言って、たかしのことをゴミ扱いして、な、愚弄したから俺許せねえっつってんだろ。な。そんなさ、露出魔の放送なんかうちにと関わらないで。何が正解だよ。ね、どんだけ自分はお高い目線でいるんだよ、狐が。な。そういうわけで、まあ親友ではないけどね。ただの知り合いだけど。こういうわけでですね、今日最近ね、もう、疲れ果ててたけど、頑張ってやりたいと思います。なんで斜めなの？わからん。疲れてるから、体が斜めってるだけ。ほんでね、今日も立ち見とか全部見れるようにツールぶっ込んでるんでね、安心してください。ステーキ？何ステーキって、俺ステーキなんか食ってないよ。ギャラ泥棒？いや、実はね、まあ、今日、また幕張メッセでね、モテワンっていうさ、幕張メッセの、モテワンの仕事がね、まあ年に一回でっかいイベントがあるんですよ。そこに私呼ばれて行ったんだけど、まあ、俺ってもしかして人に気使われてんのかなと思ってさ、人に気を使われてるのか恐れられてるかわからんけど、どこについてくにしてもね、なんかね、スタッフの女の人がずーっとついてくんの。あ、みどりさんどちら行かれるんですかっつって、いや、ちょっとトイレって言うんだけど、なんかマイク、へへへへって喋りながら、ずーっとトイレまでついてきて、それで出口で待ってるんだけど。ほんで帰るまでずーっと待っててさ、俺、遅くなったから、まあちょっと人が吐けるまで待ってようかなと思って待ってたんだけど、ずーっとそれもね、なんかね、僕が出てくまで監視しててさ。で、もう一個ね、なんか、あれなんだよ。要は、今回なんかね、アバサンダーって、アバサ、あ、朝バンダーっていうんだっけ？何やったっけ？なんか、アンバサみたいな、名前のやつであって、飯、弁当出て、弁当を熱さんの分、盗んで食ったけど、まあ、それ言うなよ、絶対に。ネルさんの田口の分が出たけど、一個だけね、熱さんがおらん隙に、熱さんの弁当食ってやった。チキン弁当。アンバサダーね。アンバサダーの、あれがあって、でもネルさんは別にね、怒ってなかったよ。もう一個食ってたわ、夜。夜ね。そういうわけでですね、やって、ほんでさ、なんかね、アンバサダーの横山みどりさんですって言って、渡辺正行と、あと、椿彩菜さんね、が呼んでくれて、で、ほんで、椿さんはね、なんかね、暗黒放送まずずっと見てくれてるんだって。ほんで、なんか、そうしたらだよ、ここに司会席があって、真横にだぜ、真横に椅子がちょこんちょこんってあって、僕がさ、そこにさ、ど真ん中だよ。みんなが1万人ぐらいいる真ん中で、ポツン、真横でよ、ポツンって座ってさ、こうやってさ、お笑い芸人の話を、いかにも聞いてるふりして、って言って、ね、あの時では、どんな顔して聞けばいいの？お笑いやってる最中って。むすっと最初ねよ。で、唇をさ、こうやってね、むすっとしてたらさ、最初は抜かれたけど、二度と抜かれなくなってさ、その瞬間に。一回目は抜かれたけど、二度と僕の顔のドアッパー抜かれなくなっちゃって、笑ってなかったから。でもそういうキャラじゃん、笑わないっていう。それを貫いたんだけど、こうしたらさ、いや、仕事選べよって、だって、そういう、なんかアンバサダーっていうのも、アンバサダーって要は大使だったじゃん。なんかの調べた大使だったんだけど、
なくて、ほんで、あ、それ北海道の話？いや、それ後で話すんだけど、ほんでさ、なんか渡辺正行も僕のこと勘違いしてるみたいで、ね、みどりさん、全部ね、コメントが、みどりさん、インターネットの反応どうですかって言って、ほんで僕がさ、普通、僕の感想言うと思うじゃん。なんか、インターネットのコメント、今ね、こうやって、なんかみんな面白い、すごい、よくできた漫才だなっていう、よくできたコントですね、とか言ったんだけど、まあもう放送終わったから言うけど、あれ、僕の空想です。はい。すいません。あれ全部僕の空想で、あ、今ですね、コメントすごい盛り上がってて、みんなわらわらわらって書いてるんですよって言ったんだけど、あれ実はね、いや、だって当たり前だろ。本当のコメントなんか読めるわけねえだろ、あそこで。本音のコメントを俺がここで、あそこで発表したら、ね、え？本当にそんなこと書いてんのって言って俺が怒られちゃうから、いや、読めなかったよ。さすがに。だから僕がね、あえて優しくね、すごい、オブラートに包んだコメントでね、そこを場を逃れる。だって、ただコメント読んで返すだけじゃん、そうしたら。ね、なんで僕の意見聞いてくれんかったよね。横山みどりさん、今の漫才はどう、今のコントはどうですかって聞いたらさ、いや、今のコントはですねって言ってたけど、全部、ネットのコメントはどうですかだったもん、3回とも。いや、それはね、じゃ、だからネットのコメント、まあ、特にコメントも走ってなかったから、いや、だって、YouTube ライブ300人しか見てなかったもん、リアルタイムで。そんでコメントはさ、なんか、横山みどりみたいなゴミ犯罪者を出すのがどうのことか、そういうアンチコメント、あっていう名前のやつが書いてただけだったから、ね、読まんかったけど。だ300人だったもんだって、リアルタイム数。ね、渡辺正行は、なんか、またすぐ帰ってった。まあ、そういう良好み、いや、でもね、なんか2時間前集合で結構長かったな。いや、会場満員だった。会場ね、ガラガラだと思うじゃん。すげえ満員だった。あれ、どっから集めてきたんだろうな。いや、本当にね、僕のこと知ってる人なんて皆無だったけど、満員だったんだよ。え、バイト？え、あれって桜ってあんの？あるわけねえだろ。ね、だって、何を言っても笑ってくれんだぜ。ね。何を言っても笑ってくれるもん。いや、気持ちいいでしょ、それは。お笑い芸人じゃ。いや、ないでしょ。ニット行く、え、あるの？本当にそんな。え、例えば、数万人集めますって言ったら、そのなんか企業かどうかが人をただ集めてきて笑い合っているの？そういう仕事って。え、初めて知った。本当にお客さんが6000のチケット買ってきたかと思ってるんだけど。いるの？そんなもん。いや、本当に教えて、それってあるの？本当に。日当6000のバイト？え、あるの？本当にそれって。満員だった。みんな笑ってくれ。ドリフか？いたろ。いや、本当にみんな笑ってくれてたよ。だってさ、僕がね、気持ち悪い顔ですねって言っただけで、うわーって笑ったもん。面白くもなんともねえじゃん。だから多分ね、僕が、じゃあ、ここで今僕も、お笑い芸人のね、アンバイダーやるんで、一発ギャグやりますって言って、ね、ピッピピー、ピッピピー、ピッピピピピってやり始めたら、多分ね、笑いが止まらんかったと思うよ。あそこでも、どこでも笑ってくれるもん。いや、何でも笑ってくれるもん、本当に。あ、お茶盗んできた。え、なんでお前知ってんの？ねえ。なんでこのお茶を2本見せただけで、田口とねるさんのお茶を俺が盗んだってさ、分かってんの？あいつらの飲まんかったもん。だから、こそっとね、飲んでなかったから、あ、いらないんだなって、捨てるのもったいないかなと思って、リュックに忍ばせてきたんだけど。ねえ、さんと田口くんの、ね、飲まないからさ、飲まないんだったらじゃあ俺持ってくわと思って。だからですよ。盗みが趣味、趣味じゃないよ。だって食いの、もったいないじゃん。もったいないから俺は持って帰っただけだよ。そんだけ。入会？ありがとうございます。頑張ります。多分来てないと思うけど。ガースーさん、あ、す、すが、菅さん？いや、絡みない、ゼロ。一言も喋らんかった。で、もう一人の女の人は喋ってくれた。なんかなんか気遣って喋ってくれて。横山みど、あ、ほんで、でもね、最後に椿彩菜が、みどりさん、みどりさんって個人的に呼び出されて、私と写真撮ってくださいって言われたから、ああ、いいですよ、っつって、写真撮ったけど、もうツイッターに上がったんかな？椿彩菜。めっちゃ見てるよ、暗黒放送。だって俺にマロンがと付き合ってることまで知ってたもん。いや、ほんとほんとほんと。乗ってた？ありがとう。乗っけてくれたんだ。いや、めっちゃなんかね、もう、完全にね、もう女性だよ、あれは。完全にもう女性だわ。
胸もあったし。なんだろうね。いや、ほんとね、いい人だったよ、これ。何？お、こいつこんなこと書いてますよ、リスナーさん。ねえ。これ。こういうこと書くね、やつってね、最低だと思うよ。ありもしない。さあ、事実を書いてさ、2017年12月2日の幕張メッセで開催されるなんとか主催の中心に、モデーヤって何？島村、吉兆もっていうの？よ、なんか、昨年も開催され、参加者及びスタッフのほとんどが、モデーヤの、何モデーヤって。あと、チケット消費のため会員が、意味がわからんわ。こういう適当なさ、こと書くなよ、お前。本当にさ。本当にお客さんが来て買ったに決まってんだろ。なあ。こうやってさ、これ全部今の書いたやつ嘘だから。名誉毀損で訴えた方がいいよ。いや、嘘だ。絶対ない。絶対ないから。俺聞いたもん、ちゃんと。そうしたらもうチケットはすぐに完売しましたって。チケットは発売されてもう数ヶ月で全部完売して、ないですよって言ってたもん。ほんで、お客さんがすごい温かいの。江原正幸の、もうね、フィーってなる、ね、ギャグあるじゃん。もう、パーマチャミ。頭がパーンっていうぐらい弾けて笑って、みんな若者。若くて元気の溢れるね、エネルギッシュな若者が、全部来てた。世界、いや、無名なの？いや、でも幕張メッセ借りるから、相当でかいね、会場だよ、あれは。事実じゃないよ。本当にお客さんがお金を出して買ったんだっつうの。ねえ。ないよ、そんなもん。だから俺はね、出てんだよ。そうやって。だって本当にみんな優しかったよ、スタッフの女性の。だからさ、最後に俺スタッフの女性の人に、ね、ボールペン、今日一日ありがとうございましたって差し上げたら、嬉しいですっつって、持って帰ってったもん。でもね、やっぱスタッフすごい洗練されててさ、俺覆面取った状態で行ったのね。そしたら、向こう一発で、あ、横山みどりさんですねって気づいてくれたんだよ。すごくない？ポリフェノール秋山のとこだ、知ってんのかなと思ってさ、めっちゃ、だって、素顔で行ったら、ね、出演者でもない関係ない受付の人、あ、横山みどりさんですね、一発当てだよ。すごかったよ。顔割れしてんのかな？なんか一発でバレてた。いや、あれにはね、スタッフすごい優秀だなと思って。まあ、そんな感じで、でもその後にね、一点だけ謎の行動を一番僕が今日心を痛めた行動、ことがあって、なんかね、まあ審査終わったわけですよ。これ裏話になっちゃうけど、そうしたらスタッフの人がね、全然知らん、なんか裏、ちょっと来てくださいって呼ばれて、どこ行くんだろうって全然違う裏舞台にいて、そうしたらだぜ、お笑い芸人たちがね、8人ぐらいいるところに、みどりさん、ちょっと交流してきてくださいよっていうわけのが、配信会だよって言われて、いきなりね、ドアに入れて、ガチャって閉められて、そしたら向こうの人たちも気遣ってさ、あ、ありがとうございました、お疲れさせたって言ってくるわけ。みんなが全員。話をピタッと止めて、今まで盛り上がってた話を止めて、ピタッと止めて、あ、お疲れさまでしたって言って、で、交流もしたことないじゃん。初めて会う人だから。だから、ああ、お疲れさせた、みたいな感じになって、いや、本当にね、渡辺正行が来ると、うわーってみんな、写真撮ってください、写真撮ってくださいだったけど、覆面かぶったさ、わけのわからん男がさ、ね、急に、ゴキブリのな、あの、要はさ、綺麗なネズミのところにゴキブリを一匹放り込んだみたいな風になっちゃってさ、ほんで特に、まあ、盛り上がることもなく、会話も、今日すごいお疲れ様でしたって言うね、会話。なんか、当たり障りのない会話ってあるじゃん。あ、今日お疲れ様でした。なんか大変でしたねとか言って、なんか、あ、そうですね、みたいな風になって、ほんで沈黙が流れたわけ。今までお笑い芸人たちが普通に交流してたのに、僕が入ったせいで。だから、次、横山みどりさんが取った行動なんだ。クイズ。横山みどりになれっていうコーナーなんだけど、どうしたと思う？私が取った行動。実は、挨拶もせずに、こそーっと逃げた。他の人たちが話しかけた初期を見て、こそーっとね、まさに忍び足ですよ。そこで泥棒の技術の忍び足でね、こそーっと
存在を消すかのごとく逃げた。ほんで控え室でこもって、しばらく放送出れんかったね。盗まんかったつうか会話ができんかった。だって何喋ればいいの？何喋ればいいの？その時に。だってお笑い芸人と交流持ってくださいっつっても俺知らないし、面白かったですねっていうのもさ、なんか変じゃん。向こうを面白くさせるためにやってんだからさ、何をし、おい、ほんとそれで教えてほしいわ。天気、今日寒いですねっていうこと言うの、いちいち。ねえ。俺、そんなこと言われたら、いや、って終わる、それで終わりだよ。いや、今日寒いですねって言うの？だから無理やり会話作るみたいで嫌じゃん。お笑いの話なんかさ、素人がさ、お笑いについて語ったら変じゃん。ねえねえねえ、たけしの、ね、俺、たけし、あ、俺、あいつ、あつ知ってるよとか言うの？素人が。俺、実は、お笑い芸人の競輪小僧さんと、一回だけ絡んだことある、4回ぐらい絡んだことあるぜっていう、自慢するの？無理でしょ。あ、知らないんだ。なんて？まあ、いいじゃん、別に会話なんかしなくても。マラドーナ芸人、ああ、覚えてる。なんか、吉兆さんでしょ？うんこかぶった。その人からなんか、誘われたけど、なんか知らない間に断ってちゃった。なんか、すいません。いや、競輪小僧も今めっちゃ売れてるよ。競輪小僧今ね、もうテレビで出てるぐらい売れてる。なんか、ギャンブル発信の。はあ、藤田さん、ああ、覚えてるよ。ファミコン芸人でしょ？その人も売れてる。でもなんか、藤さん、今回こんかったな。あ、ちょっと待って、立ち見の D で連投してるやついるから NG 今から入れますね。よいしょ。立ち見の D さんで連投者がいるんで、さようなら。二度とあなたはね、コメント表示されないんで、すいませんね。連投打ち禁止なんで。しゃあないじゃん、もう連投はね、悪いけど、ね、QO なんとかっていう人ね、ID。この人はもう、連投禁止なんで、さようなら。連投されるとね、他のコメント流れちゃうんで、申し訳ないね。もうあとはもう黙って入れます。しょうがないから。疲れた。でもほんと疲れたわ。で、解放しできないもんね。ちなみにツールでやると解放できなくなっちゃうんで。こちらの方だとツールの、こっちのツールで見てるから、これだとね、もう解放できなくなっちゃうからさ、すいませんね。連投する人も疲れんだろうね、きっと。まあいいけどね、連投したい人は。あとなんかあったっけ？今日喋ること。あとなんかあったっけ？なんでスーツなの？いや、なんか私服で行くと嫌だから。北海道の話。ああ、北海道なんかいや、つうかさ、今日俺さ、アンバサダーだけだと思ってたら、朝10時から夜の9時まで、朝10時に集合、朝10時集合で幕張に、で、夜の9時までずっと放送で、と思って。んで、台本もなかったわけね。ほんで、配信する部屋に行ったらさ、北海道がポツンとね、机に、田口の分と、ネッサンの分と、僕の分がポンポンポンと置いてあって、なんかもう、多分だけどね、まあこれ俺の予想だよ、あくまで。会場のニコ生のさ、本家の方でアンチコメントとか前回死ぬほど流れたから、それを封印するために俺と田口のネッサンを生贄にして、あっちの放送でアンチたちをさ、引き寄せたんじゃないかなっていうね、僕の推測です。これが間違ってたら謝ります。なんで番組を二つに分けたか俺わからんもん。裏番組とか言ってさ、意味がわからん、裏番組っていう。別に楽屋トークなんてさ、本編トークならいいよ。楽屋トークって。ねえ。しかも同じ映像なんだよ、それが。全く。変化もない。でも来年もあるんだって。来年呼ばれるんかな？裁判まで2週間、それ書かないでください。忘れてるんだから。高田の回路？高田の回は知らない。あ、高田の回路なかったね。でも、まあ、幕張メッセはね、また、でも、次回呼ばれるかわからんよ。でも、最後にさ、スタッフさんがね、
みどりさん、最高でしたよって言ってくれた。特に椅子に座って、コメント、こんなことありますよって言って、空想で喋っただけなのに、みどりさん、最高でしたよっつって、めっちゃ笑顔でね、言われた。ありがたいですよ。いや、気ぃ使うよ、知らん。みんなね、なんかね、僕が歩くとね、こうやって、廊下に座ってるのに、こうやって立って、みんな、お疲れ様でした。頭下げてね、お疲れ様でしたね。なんか、大御所になった気分だった。なんか、王様になった気分で、あ、これが天狗の原因かなと思って、俺は反省したよ。なんか、気持ちよかったもん。かき分けてお辞儀されるから。なんでラファエル知らないよ、それは。ラファエルさんは知りません。よし。髪の毛ね、あ、そう、あと髪の毛自分で見てて思ったけど、気持ち悪かったね、これ。ねえ。もうそろそろ切らないと、これはね、もうさすがにね、僕も、あ、切ろうかなと思ったよ、これ。どんだけ伸びてんだって思ってさ、これ。まるでラーメンマン目指してるかと思うぐらい、これはやりすぎかなと思って、さすがに。もうちょっと伸びまくりじゃん。これ変でしょ、どう見ても。どう見ても変じゃん、これ。リボンつけろって気持ち悪いやろ。だから、もう切ります。つかね、美容室俺嫌いなんだよね。実際は。美容室が。よっさんが電話嘘つけ。いや、今切れんよ。だって下手に切られたら困るからさ。もうすぐ切るから。もうすぐ切りますよ。熱産張りに、俺白髪ないよ。熱産しが、ひろゆきと熱産は白髪が死ぬほど増えたけど。ああ、疲れた。知らない。森は知らない。元気なんじゃない？まあ、病気が多いってことは、体の新陳代謝が弱ってるから、あと数年でぽっくりいっちゃうかもしれんよ。こんな若い時期からさ、病気が、風邪とか病気繰り返してるとね、絶対、人間って何一番必要かっていうと、老衰だからさ、年取ると体の免疫が弱くなって、そこで病気が入って死ぬっていうパターンが一番でかいから。気をつけてね。マンバ、明日チャンピオンシップでしょ？つうか、明日ヤミンのライブがあるんだけど、どっち行けばいいかなと思って。ヤミン先生からのライブがあってさ、それにさ、行けたら行くよって言っちゃったからさ、ヤミンライブ。でも4500円だったかな？いくらだったかな？いや、ヤミンの歌知らないんだけど、でも俺一つも。知らないのに、俺もアイドルみたいにさ、なんかアイドルのあれみたいにさ、どういう感じ見りゃいいの？俺昔スルースキルズの、つぶたんが出てるスルースキルズのライブに行った時に、後ろでさ、マイチモンズになって、こうやってさ、こうやって腕組んで、じーっと真後ろに立ってたんだけど、それだとなんかさ、空気壊してんじゃないかなと思ってさ。いや、だから俺、盛り上げられないんだよ。悪いけど。なんかね、みんなと一緒にさ、配信がついてればまだわかるよ。配信以外では、普通のね、コミュ障なやつなんで。ヤミン、あ、そうか、電話して、寝てんの？でも明日早いから寝てんじゃないの？ヤミン先生。この時間にかけて怒られない？つか寝てたら本当に、明日悪いんだけどさ、寝不足で。いいのかな？まだセーフか？ 1じゃないから。あれ？これ。闇起きてる？俺も聞いてみよう。非常識か、さすがに。あ、起きた。あ、何やってる今？緑。ミスさんだよ。何やってんの今？え、寝てた？あ、ごめん。配信中なんだ、実は。ごめんね。俺。そうそう、だからそれを、場所とあれを確認しようと思って。行けたら行こうかなと思ってさ。どこでやんの？あ、何時に行けばいい？11時にね、会場なので、
11時に行けばいいのね。で、入場料いくら？ちなみに。招待でいいよ。招待っだかて。らね、ドリンク代だけで600あ、円。いや、それは払う、払う。いや、それはさすがに。いや、ちゃんと払う。全額払う。動いた？いや、なんか急に配信が止まって、なんかバグかなんかで。バグかなんかで配信が急に、バッチリと止まっちゃって、で、すごい今、困りましたね。延長しろ？分かった、延長するわ。ね。いや、明日、じゃあ、今、ちょっと、延長失敗し、あ、いや、やめとけよかったな、延長。延長いらないでしょ。やっぱり。延長、やっぱりやめます。30分で今日はよくない？もうネタ喋ること疲れてるから喋ることないもん。いや、監視なんかしねえよ。インターネットでさ、ね、味噌汁に風呂の中に味噌汁入れるとかさ、気違いじゃん。ねえ、ようやらんわ、そんなこと。水着になりたいだけでしょ、ただ単に。か、ちょっと変わった私って可愛いでしょっていうさ、ことが言いたいだけじゃん。もったいないじゃん。遊びじゃん、食べ物で遊ぶとか。俺でもようやらんわ。ただ水着になって露出がしたいだけ。わかるもん、なんか気持ちが。見たくもなんともないって。興味がないもん。たかしのことをさ、ね？どうせさ、わかるもん見なくても。たかしの悪口ってことはやっぱ許せないわ、俺と、どうしても。だいたいこういうさ、ここに、ね？カメラで、こうやって、こうやって上目線でこうやって語るだけでしょ？まあ、正面から撮ったらババア顔が露出しちゃってさ、ほうれい線が目立つからね。ほうれい線隠すためにさ、体張ったと思うかもしれんけど、ただ、味噌汁で遊んでるだけ。オワコンの極みだよ。そんなもん。見られた瞬間にバンされるじゃん。ね。ただ水着になりたいのを、味噌汁に、風呂に入る、ちょっと変わった私素敵でしょ？って言って、リスナーから突っ込み込めもらって、やりたいだけなんだよ。そんな女の放送なんか見なくていいよ。だったら焚き浴びた方が100倍マシだわ。ねえ。俺ほんと食べ物で遊ぶ人間許せないんだよね、実は。僕ね、料理放送とかやるんだけど、食べ物でさ、まあ、作るじゃん。まあ、作って汚いとかわかるよ。自分が汚いっていうのも、料理が汚いっていうのもわかるけど、全部食べてるのね、ちゃんと配信外では。しっかりと。でも、俺食べ物を使って何かをね、豆腐で例えばさ、なんかね、まあ、脇でおにぎりを握るとか俺絶対やらないもん。まあ、それ食えばいいよ、全部。捨てて無駄にするんだったら遊ぶなよ、食いもんで。なあ。アフリカの子供たちがほんとかわいそうだわ。食べ物で遊ぶんだったら、
水着になりたい露出狂なんだろ、ただの。なあ。私はね、私の細いっていう体を見て、リスナーに褒めたたえたいものっていうさ、願望なんだろ、お前の。単純な。ね。願望なの？その女の。裸にはなれないけど、水着は見てくださいっていう。え？三流お笑い芸人みたいなことやってるんだろ？なあ。許せないから、たかしの悪口言ったことだけは。ねえ。お前、たかしの気持ち考えたことないやろ、ほんとに。まあ、そんなね、チンカスみたいな、やつの放送なんか見なくていいよ。うん。まあ、いいや、こんぐらいにしとく。あんまりディスったって、ね、向こうは俺の悪口も何も言うこともないし。まあ、それで、これでぐらいにしとくか。いや、俺、たかしとは、学ぶで一回共演した時に、1万円渡してるから、あれはちゃんとギャラとして。な。まあ、たかしは確かに、キャバクラに行った後、時に、お母さんに呼ばれてるからつって途中で逃げ出して、女と出会ったっていうね、で、ことはしたよ、嘘ついて。それはやったよ。お前も水着やだやだ。俺前、風呂配信一回やったじゃん。二度とやらないと決めたから。二度とね。だってあの時さ、0.01秒に、0.01秒で0.1ミリの玉らしきね、睾丸らしきものが一瞬だけ映ったっていう理由だけで、運営から一週間もチャンネルバン食らったから。あの恨みは忘れねえから、二度と俺は、風呂配信もやんない。あの時さ、リスナーサービスしてさ、やったのに、その中にさ、リスナーが何を気に入らなかったら知らんけど、リスナーが喜ぶと思ってさ、風呂配信やったら逆にさ、あれ不愉快でした、そんなに。ねえ。不愉快でした？あれは。ねえ。だったらやめた方がいいよ。うん。だから俺はそれ見て、もう嫌になったんですよ。あっつ、体が熱くなってきた。つか延長しなきゃよかったじゃん。なんで延長したの、これさ。ねえ。延長したところでさ、いつも延長するとさ、損しかしないんだよね。延長したらさ、損しかしないんだよ、いつも。ネタがないのに。いや、話題ないよ。だって今日ずっとモテワンのことをやって、モテワン見てない人もいるからさ。なんか聞きたいことある？逆に。ね、こんなこと言うのもないけど、なんか聞きたいことある？僕に。ね。明日、ヤミン先生のやつ、11時って言ってたな。11時に、だから明日早起きしようっと。え、釣り放送なの？ねえ。あ、しょうもない釣り放送ね。あ、いや、あるある。まあ、どうせ水着になりたい。見てて。そのうち水着になりたいだけだから。水着になって、私、体細いでしょ、言いたいだけの女だから。もういいでしょ。なんで行くの？いや、前に行くって言っちゃった。前さ、池袋の時に会って、その時にライブ来てて、ああ、わかった。じゃあ行けたら行くよって言ったから、夜中に電話してさ、これで行かんかったらさ、マロンも誘えてたけど、マロンはなんか忙しいみたいだから。だから俺が行くわ。何がじゃあ味噌汁なんていうタイトルつけんなよ。紛らわしい。入浴剤でさ、だったらええー、紛らわしい。だったら味噌汁入浴剤って書きゃいいじゃん。ただの釣り。釣り放送ですよ。マンバはマンバまでには通おうかな。何時で終わる？ライブって何時終わるんだろうね。外でマンバやるかもしれん。見てないよ、そんなもん。興味ないんだよ。おい、バカ、ネタもないのに延長してるの、すいません、それ僕が悪かった。記憶力の上がるガムはもうなくなっちゃった。食っちゃったから。でも俺、僕ってさ、ストレス溜まってんのかなと思ってさ、最近。通報すりゃいいじゃん、こう勝手に。今日のギャラいくら言うわけないだろ、そんなこと。お前、野田みたいにお前もインスタ始めろ。嫌だよ。インスタグラムなんかさ、今年さ、あ、知ってる？あ、そうだ、皆さんビッグニュースだよ。なんか平成元年が終わるらしい。今年で。
平成が終わるらしいよ。平成が、知ってた？平成が今年で終わるんだって、俺今日新聞で知った。今日初めて知った。平成が終わるんだなって言って。平成元年、平成が終わって新しい元号は作るんだって。あ、今年じゃないの？来年？あ、来年か、来年。知らんかったよ、俺。平成が、だから、もう平成生まれの人たちは、もう平成生まれですごい31年間終わり。僕はちなみに昭和生まれです。昭和です。知らんかったけど。2019年4月30日で終わるんだ。へえ。カッサンの学歴詐欺、何？いいだろう。何だカッサンの学歴詐欺って。年末配信の予定はね、実家帰ろうかなと思ってます、たまには。いや、実家帰ると親戚が来るんだ。ね、年末なんか企画ない、ある？毎年歩いたけども、歩きはいいかなと思ってさ。なんかあります？年末。どうせテレビ俺見ないからさ。なんかないかな、やること。いや、歩くのもいいよ。歩く必要なんかないじゃん。もう、東洋輝は多分俺と絡んでくれないと思うよ。つうか、あの人さ、東洋輝のプライド高いから、ディスると聞いちゃうから言わないわ。なんかやろうかなと思って、福袋か、あれ、めっちゃ金かかるんだけど、福袋企画やると毎月。しかも、ゴミが増えてさ、あのゴミを毎年どうするよか困ってんだよ。マロンの親に会いに行け。いや、行けないでしょ、さすがに。真面目に付き合ってるんだけど、なんて会い、俺、無理だと思う。なんて言ったらいいかわからない。向こう、俺のこと知ってるし。ネットで黒い悪い噂しか知らないからさ。東大受験、廃止、無理無理。パンダの親にも会ったことないです。なんか問題あり、でも16したと付き合ってなんか問題ある？ねえ。たまたまさ、年齢が離れただけじゃん。16歳年下って。なんか問題あります？ロリコン野郎？聞き捨てなりませんね、ロリコン野郎とかさ。俺ロリコンじゃないけど。じゃあ、高橋ジョージに行ってこいよ、そうしたら。高橋ジョージに。なあ。俺、全然ロリータじゃないし。姫ちゃんのリボンとかさ、ワピコとか好きじゃないし。ペドリアンって誰？お前は加藤茶と同じレベル一緒にしないでくれよ、あんなのとは。ねえ。わざといよね。生着替えとか言ってさ、薄いところでさ、着替えるっていうあたりが。ほんとあざとい。さすがインターネット露出大好き女だわ。あざとすぎるわ。やり口が。ねえ。あざとい。マジで。吐き気がしてきた、俺なんか。いや、あのね、そういうあたりで、何か、ギルガメシュナイト地区、ほんと気持ち、ほんと、まさにこのコメント通り。気持ち悪いっていうことしかないもん。露出魔なんだよ、だから。水着配信イコール露出魔なんだよ。露出をして、男に、ふって言って、ね、しこられるのが好きなんだよ。オナペッタンズなんだよ。オナペット。お前は、笑われてるんじゃなくて、オナペットの具材にされてるだけなんだよ。なあ。やばくない？本当に。ただのオナペット。気持ち悪い。AV とか、は？ちょっと待って。俺別に職業とかね、バカにしたことないけど。別に AV と違うじゃん。ねえ、AV は別にさ、女優と男優がいて、彼らは仕事としてやってんだよ。仕方なく。ねえ、好き好んでやってねえんだぞ、あんなもん。なあ。仕事として、やってるの。彼らは。それをさ、馬鹿にすると偉いの、君は。
あいつらは。やばいよ、本当に。いや、あれはもう露出だよ。そして男にね、うわー、細いねーだとか、かわいいかわいいっていうね、絶賛の嵐を受けたいだけの露出魔なんだよ。仕方ないよ、もう。あざといんだから。性格もあざといとくなったら、こうなるんだなと思って。親方も露出魔なんですか？親方はやりま、親方は、わからんよ。なんでポンちゃんとラブホに行ったかのかもわからん。なんで親方は、ポンちゃんとラブホに行ったの？そういえば。ねえ。絶対行かないじゃん。サダのオフ会、今日サダのオフ会なんかあったんだ。サダのオフ会なんか知らないよ。見てもないし。ほら、露出魔がね、だんだんね、一個ずつボタンを外して、私の水着姿、みんな見てねっていうね、恐ろしいよな。こうなったら終わりだよ。女性配信者のみんな、一番見ちゃダメなパターンね。安売りすんなよ、自分を。水着になって、自分を安売りしてね、トークで何もできない奴が、最終的に体を売るんだからね。売春だからね、はっきり言って。インターネット売春婦だよ。ねえ。これは。いや、よくないでしょ。一人でやれよ。見てない見てない。ね、コメントの情報だけで、コメントの情報だけで、監視してるだけだから。ね。いや、マリニャンはいいんだよ。俺ね、マリニャンは、褒めるわけじゃなくて、マリニャンは水着になってんじゃん。でもあれは、完全に、女を、ホナちゃんとかマリニャンとかは、全く別。あれの素晴らしいところは、ね、二人とも、まあ、顔は、まあ、大して可愛くないけど、すべて女っていうものをアピールしないんだよ。逆にそれを笑かそうとしてんだよ。だから俺、マリニャンと、ホナちゃんは、おすすめする。最後に、んがつくね、配信者は全部ね、優秀だから。僕のね、理論としては、最後に、んがつくね、配信者はね、基本的に全部優秀。そんだけ。まあ、よっさんはちょっと別件ですけどね。ね、喉痛くなってきた。あすか、だから、最後に運がつく配信者を目指した方がいいよ。新しく配信する人は最後に運がつくね、配信を、した方がいいです。喉痛くなってきた。よし。全然面白くねえじゃん、これ。なんか面白いことやってないか、今。監視も何もしないよ。気持ち悪いなと思って。なんかコメントと、まあ、うちの放送も大したこと言えないけどさ。なんか、もう一回言うよ。女が脱ぐってね、よっぽどだよ。マリニャンとか、ね、ホナちゃんとかはもう完全にさ、もうそれはもう中途半端じゃないじゃん。潔いじゃん、むしろ。潔く、ね、バッとやってくれるじゃん。じらすのこれ許せないだけだよ。いや、男は別にいいよ。気色悪いなと思ってさ。どうせ今は見てないけど、奇形の足をさ、奇形になった足をこうやってさ、ピヨーンってやってさ、こうやってパタパタパタってさ、手の代わりにやってんだろうな。気持ち悪い。そんなことよくできるよね。俺が母親だったら、もうすぐ注意するもん。みっともないと。ね？女の配信者、本当に、切にお願いします。安売りしないで。安売りを。女のバーゲンセールって言って、水着になった瞬間に価値が3割減るからね。気をつけてね、本当に。本当お願いします。マロンとかしないよ、水着配信とか。多分。まあそんな感じですかね。でもさ、まあ過去に僕もね、制作、AV 制作やってましたよ。でもそれってさ、配信やる前の話じゃん。ねえ。
配信やる前の話じゃん。ね。声がいやいや、なんか喉が痛くなってきたんですよ。ずっと。喉が痛くなってきたから。よいしょ。いや、風呂配信は別にいいけど、音だけだったらいいじゃん。音だけだったら別にいいと思うよ。風呂配信なんかするわけねえだろ、マロンが。ね。そういう嘘書いてさ、俺のコメントをさ、ね、どうのこうのやめて。そういう嘘ついて。おい、ポンが変なかぶり物してるぞ。なんで怒ってんの？いや、ただ俺疲れてんだと思うよ、きっと。多分体が、もう疲れ果ててるんだと思う。だから今日ごめんね、いつもよりちょっと変だけど。ちょっと今日いつもより精神状態がおかしくて、風呂やってんの？いや、いや、まあしょうが、まあ、音だけだったらいいと思いますよ。で、ディスらないよ、別に。音だけだからさ、別にいいじゃん。色ぼけおじさんって誰ですか？お前も風呂入る？いや、もう風呂入れない。風呂配信なんか、ねえ、あれだから。お風呂男が入ったって価値ないじゃん。いや、男の風呂配信なんか誰が得すんの？風呂配信ってさ、流行らないくない？風呂配信で。何が、風呂配信ってそもそも、いや、風呂場汚いもんだって。風呂見せてもいいけど汚いよ、俺んち。見たい、風呂。俺、風呂後悔したことなんて、ないかな？お風呂。でもさ、そんなに綺麗じゃないからさ、じゃあ見せようか、お風呂。ネタないね。一回だけだぜ。あ、いたいたいた、腰痛。あ、そうだ、ちなみに自慢、そう、君よく知ってんで、ニコニコ生放送で一番最初に風呂配信やったのって実は僕なんだよ。一番最初にニコニコ生放送で実はお風呂配信やったのって僕なんだよ。あの時デスクトップパソコンを風呂場まで引っ張ってきて、風呂場の上からカメラをつけて、簡単配信でやった。いや、ほんとほんと、ガチや、それガチ。2009年の和光時代に。それは本当ですよ。だからニコニコ生放送一番、次にオレンジ野郎ってやつがパクったけど。知ってた？それ、マジ、これ嘘情報じゃ、本当です。ニコ生で一番最初に風呂配信やったのは僕です。あ、ニコ生で一番最初にドローンを飛ばしたのは僕です。ニコ生で一番最初にドローンを飛ばしたのは僕ですから。失敗したけど。でも綺麗だな、思ったより。お風呂綺麗だわ。今日、いや、全然綺麗だよ、これは。で、全然綺麗な方だよ、これ。たださ、問題なのが、天井に、ね、問題は天井に変な虫がいっぱいね、張り付いてることが問題ですけど。あれ、僕に。
牛が。これどうにもならんのかな、これ。いや、潰してんだよ、これは。で、トイレはこういう感じ。トイレはこうなってて、ここでね、漫画本が読めるようになってます。近代麻雀とかね。近代麻雀ってさ、なんかもうエロ雑誌みたいになってんだな、今。これさ、麻雀のさ、雀誌だぜ、これ。ねえ、信じられねえよ、俺、これ。で、これが僕が住んでる江戸川区の平井。地図貼ってこれ勉強したら今自分がどこにいるのかっていうことを。これ誰かリスナーさんが作ってくれたね。暗黒人形はちゃんとここに飾ってあるから。よいしょ。また変なもの映すと、美奈子がそれをキャプって、ツイッターにあげるから、下手なもの映せません。うん、あとは。これなんなんこれ、ね、これ何マジで。俺、食器覗いたけど、これはひでえなマジで、もう。これサビか。全部中華鍋が、サビ、うわ、何この黒い液体は。水質汚染ですよ。あとさ、小銭が腐ってて、ここにで今浄化してます、うち。ここにカビが生え始めたんだけど、大変ですよ。あ、これ先発だね。昔のね、写真です。先発のね。ね。まだこれは、1ヶ月ぐらいかな。2ヶ月か1ヶ月か。まあ、家、この家もいろんなのあったなぁと思って。あとまた生主麻雀やりたいな、これ。生主麻雀。第6回の生主ミラクル麻雀。な、この女がさ、ドタキャンしてさ、偉い目にやったよ、ほんとに。これが、ぴょこたんが描いたね、漫画。僕ね、全く似ても似つかないけど、僕の顔。で、これ、朝の光が描いた、僕の顔だけど、完全にこれ、ほんと、空想で描くのやめてほしいよな、これ。似ても似つかないじゃん、これ。で、これは、野村慎吾先生。ツルピカハゲさ。東大受験、はいし、無理無理。パンダの親にも会ったことないです。なんか問題あり、でも16したと付き合ってなんか問題あるねえ。たまたまさ、年齢が離れただけじゃん。16歳年下って。なんか問題あります？ロリコン野郎？聞き捨てなりませんね、ロリコン野郎とかさ。俺ロリコンじゃないけど。じゃあ高橋ジョージに行ってこいよ、そうしたら。高橋ジョージに。なあ。俺、全然ロリータじゃないし。うん。姫ちゃんのリボンとかさ、ワピコとか好きじゃないし。ペドリアンって誰？うん。お前は加藤茶と同じレベル一緒にしないでくれよ、あんなのとは。ねえ。もう
ざといよね。生着替えとか言ってさ、薄いところでさ、着替えるっていうあたりが。ほんとあざとい。さすがインターネット露出大好き女だわ。あざとすぎるわ、やり口が。ねえ。あざとい、マジで。吐き気がしてきた、俺なんか。うん、いや、あのね、そういうあたりで、何か、ギルガメシュナイト地区、気持ち、ほんと、まさにこのコメント通り。気持ち悪いっていうことしかないもん。露出魔なんだよ、だから。水着配信イコール露出魔なんだよ。露出をして、男に、ふっ、ふっ、ふって言って、ね、しこられるのが好きなんだよ。オナペッターンズなんだよ。オナペット。お前は、笑われてるんじゃなくて、オナペットの具材にされてるだけなんだよ。なあ。やばくない？本当に。うん。ただのオナペット。気持ち悪い。AV とかか、え、は？ちょっと待って。俺別に職業とかね、バカにしたことないけど。別に AV と違うじゃん。ねえ、AV は別にさ、女優と男優がいて、彼らは仕事としてやってんだよ、仕方なく。ねえ、好き好んでやってねえんだぞ、あんなもん。なあ。仕事として、やってるの。うん。彼らは。それをさ、バカにすると偉いの、君は。ねえ。あいつらは。やばいよ、ほんとに。いや、あれはもう露出だよ。そして男にね、うわー、細いねーだとか、うん、胸もあったし。なんだろうね。いや、ほんとね、いい人だったよ、これ。うん、何？え？こいつこんなこと書いてますよ、リスナーさん。ねえ。これ。こういうこと書くね、やつってね、最低だと思うよ。ありもしない。さ、事実を書いてさ、2017年12月2日の幕張メッセで開催されるなんとか主催の中心に、モデーヤって何？島村、キッチョウもっていうの？よう、なんか、昨年も開催され、参加者及びスタッフのほとんどが、モデーヤの、何モデーヤって。あとチケット消費のため会員が、意味がわからんわ。こういう適当なさ、こと書くなよ、お前。本当にさ。本当にお客さんが来て買ったに決まってんだろ！なあ！こうやってさ、これ全部今の書いたやつ嘘だから。うん。名誉毀損で訴えた方がいいよ。いや、嘘だ、絶対ない。絶対ないから。俺聞いたもん、ちゃんと。そうしたらもうチケットはすぐに完売しましたって。チケットは発売されてもう、数ヶ月で全部完売して、ないですよって言ってたもん。ほんで、お客さんがすごい温かいの。江原正幸の、もうね、フィーってなる、ね、ギャグあるじゃん。もう、パーパーマチャミ。頭がパーンっていうぐらい、弾けて笑って、みんな若者。若くて元気の溢れるね、エネルギッシュな若者が、全部来てた。世界、無名なの？いや、でも幕張メッセ借りるから、相当でかいね、会場だよ、あれは。事実じゃないよ。本当にお客さんがお金を出して買ったんだっつうの。ねえ。ないよ、そんなもん。うん。だから俺はね、出てんだよ。そうやって。だって本当にみんな優しかったよ、スタッフの女性の。だから最後に俺スタッフの女性の人に、ね、ボールペン、今日一日ありがとうございましたって差し上げたら、嬉しいです、つって持って帰ってったもん。うん。でもね、やっぱスタッフすごい洗練されててさ、俺、覆面取った状態で行ったのね。そしたら、向こう一発で、あ、横山みどりさんですねって気づいてくれたんだよ。すごくない？ポリフェノール秋山のとこだ、知ってんのかなと思ってさ、めっちゃ、だって、素顔で行ったら、ね、出演者でもない関係ない受付の人、あ、横山みどりさんですね、一発当てだよ。すごかったよ。うん。顔割れしてんのかな？なんか一発でバレてた。いや、あれにはね、スタッフすごい優秀だなと思って。まあ、そんな感じで、でもその後にね、一点だけ謎の行動を一番僕が今日心を痛めた行動、あることがあって、なんかね、まあ、審査終わったわけですよ。これ、そういう嘘書いてさ、俺のコメントをさ、ね、どうのこうのやめて。うん。
そういう嘘ついて。おい、ポンが変な被り物してるぞ。なんで怒ってんの？いや、ただ俺疲れてんだと思うよ、きっと。多分体が、もう疲れ果ててるんだと思う。だから今日ごめんね、いつもよりちょっと変だけど。ちょっと今日いつもより精神状態がおかしくて、え？風呂やってんの？いや、いや、まあ、しょうが、まあ、音だけだったらいいと思いますよ。で、ディスらないよ、別に。音だけだからさ、別にいいじゃん。色ぼけおじさんって誰ですか？お前も風呂入る？いや、もう風呂入れない。風呂配信なんか、ねえ、あれだから。お風呂男が入ったって価値ないじゃん。いや、男の風呂配信なんか誰が得すんの？な風呂配信ってさ、流行らないくない？風呂配信で何がおお風呂配信ってそもそも、いや風呂場汚いもんだって。風呂見せてもいいけど汚いよ。俺んち見たい。風呂俺風呂公開したことなんてないかな、お風呂でもさそんなに綺麗じゃないからさ。じゃあ見せよっか。お風呂寝たない。もう寝たないね。一回だけだぜ。あいただだだ腰痛。よいしょ。そうだ、ちなみに自慢、そう、君よく知ってんで、ニコニコ生放送で一番最初に風呂配信やったのって実は僕なんだよ。一番最初にニコニコ生放送で実はお風呂配信やったのって僕なんだよ。あの時デスクトップパソコンを風呂場まで引っ張ってきて、風呂場の上からカメラをつけて。ないよ、それは。ラファエルさんは知りません。はい。よし。髪の毛ね、そう、あと髪の毛自分で見てて思ったけど気持ち悪かったね、これ。ねえ。もうそろそろ切らないと、これはね、もうさすがにね、僕も、切ろうかなと思ったよ、これ。どんだけ伸びてんだって思ってさ、これ。まるでラーメンマン目指してるかと思うぐらい、これはやりすぎかなと思って、さすがに。もうちょっと伸びまくりじゃん。これ変でしょ、どう見ても。どう見ても変じゃん、これ。リボンつけろって気持ち悪いやろ。だから、もう切ります。つかね、美容室俺嫌いなんだよね。実際は。美容室が。よっさんが電話嘘つけ。いや、今切れんよ。だって下手に切られたら困るからさ。もうすぐ切るから。もうすぐ切りますよ。熱さんばりに、俺白髪ないよ。熱さんしがない。ひろゆきと熱さんは白髪が死ぬほど増えたけど。ああ、疲れた。森は知らない。元気なんじゃない？まあ、病気が多いってことは、体の新陳代謝が弱ってるから、あと数年でぽっくりいっちゃうかもしれんよ。こんな若い時期からさ、風邪とか病気繰り返してるとね、絶対、人間って何一番必要かっていうと、老衰だからさ、年取ると体の免疫が弱くなってそこに病気が入って死ぬっていうパターンが一番でかいから気をつけてね。マンバ明日チャンピオンシップでしょ。つうか明日ヤミンのライブがあるんだけどどっち行けばいいかなと思って。ヤミン先生からのライブがあってさ、それにさ行けたら行くよって言っちゃったからさ。ヤミンライブでも4500円だったかな。いくらだったかな。いやヤミンの歌知らないんだけど。でも俺一つも知らないのに、俺もアイドルみたいにさ、なんかアイドルのあれみたいにさ、
どういう感じで見りゃいいの？俺昔スルースキルズの、つぶたんが出てるスルースキルズのライブに行った時に、後ろでさ、マイチモンズになって、こうやってさ、こうやって腕組んで、じーっと真後ろに立ってたんだけど、うん、それだとなんかさ、空気壊してんじゃないかなと思ってさ。いや、だから俺、盛り上げられないんだよ。悪いけど、なんかね、みんなと一緒にさ、配信がついてればまだわかるよ。配信外では、普通のね、コミュ障なやつなんで、なあ、ヤミン、あ、そうか、電話し、寝てん、でも明日早いから寝てんじゃないの？ヤミン先生。この時間にかけて怒られ、ジョージに。なあ。俺、全然ロリータじゃないし。うん。姫ちゃんのリボンとかさ、ワピコとか好きじゃないし。ペドリアンって誰？うん、お前は加藤茶と同じレベル一緒にしないでくれよ、あんなのとは。ねえ。もうわざといよね。生着替えとか言ってさ、薄いところでさ、着替えるっていうあたりが。ほんとあざとい。さすがインターネット露出大好き女だわ。あざとすぎるわ、やり口が。ねえ。あざとい、マジで。吐き気がしてきた、俺なんか。うん、いや、あのね、そういうあたりで、何か、ギルガメシュナイト地区、ほんと気持ち、ほんと、まさにこのコメント通り。気持ち悪いっていうことしかないもん。露出魔なんだよ、だから。水着配信イコール露出魔なんだよ。露出をして、男に、ふっふっふっって言って、ね、しこられるのが好きなんだよ。オナペッタンズなんだよ。オナペット。お前は、笑われてるんじゃなくて、オナペットの具材にされてるだけなんだよ。なあ。やばくない？本当に。ただのオナペット。気持ち悪い。AV とかか、え、は？ちょっと待って。俺別に職業とかね、バカにしたことないけど。別に AV と違うじゃん。ねえ、AV は別にさ、女優と男優がいて、彼らは仕事としてやってんだよ、仕方なく。ねえ、好き好んでやってねえんだぞ、あんなもん。なあ。仕事として、やってるの。うん。彼らは。それをさ、バカにすると偉いの、君は。ねえ。あいつらは。やばいよ、ほんとに。いや、あれはもう露出だよ。そして男にね、うわー、細いなーだとか、かわいいかわいいっていうね、絶賛の嵐を受けたいだけの露出魔なんだよ。仕方ないよ、もう。うん、あざといんだから。性格もあざといくなったら、こうなるんだなと思って。うん。親方も露出魔なんですか？親方はやりま、うん、親方は、わからんよ。なんでポンちゃんとラブホに行ったかのかもわからん。なんで親方は、ポンちゃんとラブホに行ったの？そういえば。ねえ。絶対行かないじゃん。サダのオフ会、え、今日サダのオフ会とかあったんだ。サダのオフ会なんか知らないよ。見てもないし。動いた？いや、なんか急に配信が止まって、なんかバグかなんかで。うん。バグかなんかで配信が急に、バッチリと止まっちゃって、で、すごい今、困りましたね。うん。延長しろ？うん。わかった、延長するわ。ね。はぁ、あ。いや、明日、じゃあ、今、ちょっと、いや、延長失敗し、あ、いや、やめとけよかったな、延長。延長いらないでしょ。やっぱり。延長、やっぱりやめます。
30分で今日は良くない？もうネタ喋ること疲れてるから喋ることないもん。いや、監視なんかしねえよ。インターネットでさ、ね、味噌汁に風呂の中に味噌汁入れるとかさ、気違いじゃん。ねえ、ようやらんわ、そんなこと。水着になりたいだけでしょ、ただ単に。ちょっと変わった私って可愛いでしょっていうさ、ことが言いたいだけじゃん。うん。もったいないじゃん。遊びじゃん。食べ物で遊ぶとか。俺でもようやらんわ。うん。ただ水着になって露出がしたいだけ。わかるもん。なんか気持ちが。うん。見たくもなんともないって。興味がないもん。うん。たかしのことをさ、ね？どうせさ、わかるもん見なくても。たかしの悪口ってことはやっぱ許せないわ、俺と、どうしても。うん。だいたいこういうさ、ここに、ね、カメラで、こうやって、こうやって、こうやって上目線でこうやって語るだけでしょ？まあ、正面から撮ったらババア顔が露出しちゃってさ、ほうれい線が目立つからね。うん。ほうれい線隠すためにさ、体張ったと思うかもしれんけど、ただ、味噌汁で遊んでるだけ。うん。終わり、オワコンの極みだよ。そんなもん。見られた瞬間にバンされるじゃん。ね。ただ水着になりたいのを、味噌汁に、風呂に入る、ちょっと変わった私素敵でしょって言って、リスナーから突っ込み込めもらんって、やりたいだけなんだよ。うん。そんな女の放送なんか見なくていいよ。だったら焚き浴びた方が100倍マシだわ。ねえ。俺ほんと食べ物で遊ぶ人間許せないんだよね、実は。満員だった。みんな笑ってくれ。ドリフか、いたろ。いや、ほんとにみんな笑ってくれてたよ。だってさ、僕がね、気持ち悪い顔ですねって言っただけで、うわーって笑ったもん。うん。面白くもなんともねえじゃん。だから多分ね、僕が、じゃあ、ここで今僕も、お笑い芸人のね、アンバイダーやるんで、一発ギャグやりますって言って、ね、ピッピピー、ピッピピー、ピッピピピピってやり始めたら、多分ね、笑いが止まらんかったと思うよ。うん。あそこでも、どこでも笑ってくれるもん。いや、何でも笑ってくれるもん、本当に。あ、お茶盗んできた。え、なんでお前知ってんの？ねえ。なんでこのお茶を2本見せただけで、田口とネルさんのお茶を俺が盗んだってさ、分かってんの？あいつら飲まんかったもん。だから、こそっとね、飲んでなかったから、あ、いらないんだなって、捨てるのもったいないかなと思って、リュックに忍ばせてきたんだけど。ねえ、さ、田口くんの、ね、飲まないからさ、飲まないんだったらじゃあ俺持ってくわと思って。うん。だからですよ。はい。盗みが趣味、趣味じゃないよ。だって食いの、もったいないじゃん。もったいないから俺は持って帰っただけだよ。うん。そんだけ。入会？ありがとうございます。頑張ります。はい。多分来てないと思うけど。ガースーさん、あ、菅さん？いや、絡みない。ゼロ。一言も喋らんかった。だってもう一人の女の人は喋ってくれた。なんかなんか気使って喋ってくれて。横山みどり、あ、ほんで、でもね、最後に椿彩菜が、みどりさん、みどりさんって個人的に呼び出されて、私と写真撮ってくださいって言われたから、ああ、いいですよ、つって、写真撮ったけど、もうツイッターに上がったんかな、椿彩菜。めっちゃ見てるよ、暗黒放送。だって俺にマロンがと付き合ってることまで知ってたもん。いや、ほんとほんとほんと。あ、乗ってた？ありがとう。乗っけてくれたんだ。いや、めっちゃなんかね、もう、完全にね、もう女性だよ、あれは。うん。完全にもう女性だわ。うん。胸もあったし。なんだろうね。いや、ほんとね、いい人だったよ、これ。何？え？こいつこんなこと書いてますよ、リスナーさん。ねえ。これ、こういうこと書くね、やつってね、最低だと思うよ。ありもしない。さ、事実を書いてさ、2017年12月2日の幕張メッセで開催されるなんとか主催の中心に、モデーヤって何？島村、キッチョムっていうの？よう、なんか、昨年も開催され、参加者及びスタッフのほとんどが、モデーヤの、何モデーヤって。あとチケット消費のため会員が、意味がわからんわ。老衰だからさ、年取ると体の免疫が弱くなってそこで病気が入って死ぬっていうパターンが一番でかいから。気をつけてね。マンバ、明日チャンピオンシップでしょ？
つうか明日ヤミンのライブがあるんだけど、どっち行けばいいかなと思って。ヤミン先生からのライブがあってさ、それにさ、行けたら行くよって言っちゃったからさ、ヤミンライブ。でも4500円だったかな？いくらだったかな？いや、ヤミンの歌知らないんだけど、でも俺一つも。知らないのに、俺もアイドルみたいにさ、なんかアイドルのあれみたいにさ、どういう感じ見りゃいいの？俺昔スルースキルズの、つぶたんが出てるスルースキルズのライブに行った時に、後ろでさ、マイチモンズになって、こうやってさ、こうやって腕組んで、じーっと真後ろに立ってたんだけど、それだとなんかさ、空気壊してんじゃないかなと思ってさ。いや、だから俺、盛り上げられないんだよ。悪いけど。なんかね、みんなと一緒にさ、配信がついてればまだわかるよ。配信以外では、普通のね、コミュ障なやつなんで、ヤミンに、あ、そうか、電話して、寝てんの？でも明日早いから寝てんじゃないの？ヤミン先生。この時間にかけて怒られない？つか寝てたら本当に、明日悪いんだけどさ、寝不足で。いいのかな？まだセーフか？1じゃないから。あれ？これ。ヤミン起きてる？俺聞いてみよう。非常識か、さすがに。あ、起きた。あ、何やってる今。緑、緑。ミスさんだよ。何やってるの今。え、寝てた？あ、ごめん。配信中なんだ、実は。ごめんね。俺。そう、だからそれを、場所とあれを確認しようと思って。行けたら行こうかなと思ってさ。どこでやんの？何時に行けばいい？11時に行けばいいのね。で、入場料いくら？ちなみに。招待っだかて。らね、ドリンク代だけで600あ、円。いや、それは払う。いや、それはさすがに。味噌汁に、風呂に入る、ちょっと変わった私素敵でしょ？って言って、リスナーから突っ込み込めもらって、やりたいだけなんだよ。そんな女の放送なんか見なくていいよ。だったら焚き浴びた方が100倍マシだわ。ねえ。俺、ほんと食べ物で遊ぶ人間許せないんだよね、実は。僕ね、料理放送とかやるんだけど、食べ物でさ、まあ、作るじゃん。まあ、作って汚いとかわかるよ。自分が汚いっていうのも、料理が汚いっていうのもわかるけど、全部食べてんのね、ちゃんと配信外では。しっかりと。でも、俺、食べ物を使って何かをね、豆腐で例えばさ、なんかね、脇でおにぎりを握るとか俺絶対やらないもん。まあ、それ食えばいいよ、全部。捨てて無駄にするんだったら遊ぶなよ、食いもんで。なあ。アフリカの子供たちがほんとかわいそうだわ。食べ物で遊ぶんだったら、水着になりたい露出狂なんだろ、ただの。なあ。私はろ、ね、私の細いっていう体を見て、リスナーに褒めたたえたいものっていうさ、願望なんだろ、お前の。単純な。ね、願望なの？その女の。裸にはなれないけど水着は見てくださいっていう、三流お笑い芸人みたいなことやってんだろ？なあ。許せないから、たかしの悪口言ったことだけは。ねえ。お前、たかしの気持ち考えたことないやろ、本当に。まあ、そんなね、チンカスみたいな、やつの放送なんか見なくていいよ。まあいいや、こんぐらいにしとく。あんまりディスったって、ね、向こうは俺の悪口も何も言うこともないし。まあ、それで、これでぐらいにしとくか。いや、俺、たかしとは、学部で一回共演した時に、1万円渡してるから、あれはちゃんとギャラとして。な。まあ、たかしは確かに、キャバクラに行った時に、お母さんに呼ばれてるからつって途中で逃げ出して、女と出会ったっていうね、
で、ことはしたよ、嘘ついて。うん。それはやったよ。お前も水着やだやだ。俺前、風呂配信一回やったじゃん。二度とやらないとか決めたから。二度とね。だってあの時さ、0.01 秒に、0.01 秒で 0.1 ミリの玉らしきね、睾丸らしきものが一瞬だけ映ったっていう理由だけで、運営から一週間もチャンネルバン食らったから。あの恨みは忘れねえから、二度と俺は、風呂配信もやんない。あの時さ、リスナーサービスしてさ、やったのに、その中にさ、リスナーが何を気に入らなかったら知らんけど、リスナーが喜ぶと思ってさ、風呂配信やったら逆にさ、あれ不愉快でした、そんなに。ねえ。不愉快でした？あれは。ねえ。水着配信イコール露出魔なんだよ。露出をして、男に、ふっふっふって言って、ね、しこられるのが好きなんだよ。オナペッターンズなんだよ。オナペット。お前は、笑われてるんじゃなくて、オナペットの具材にされてるだけなんだよ。なあ。やばくない本当に。うん。ただのオナペット。気持ち悪い。AV とかは？ちょっと待って。俺別に職業とかね、バカにしたことないけど。別に AV と違うじゃん。ねえ、AV は別にさ、女優と男優がいて、彼らは仕事としてやってんだよ、仕方なく。ねえ、好き好んでやってねえんだぞ、あんなもん。なあ。仕事として、やってるの。うん。彼らは。それをさ、バカにすると偉いの、君は。ねえ。あいつらは。やばいよ、ほんとに。いや、あれはもう露出だよ。そして男にね、うわー、細いなーだとか、かわいいかわいいっていうね、絶賛の嵐を受けたいだけの露出魔なんだよ。仕方ないよ、もう。うん、あざといんだから。性格もあざといくなったら、こうなるんだなと思って。うん。親方も露出魔なんですか？親方はやりま、うん、親方は、わからんよ。なんでポンちゃんとラブホンに行ったかもわからん。なんで親方は、ポンちゃんとラブホンに行ったの？そういえば。ねえ。絶対行かないじゃん。サダのオフ会、今日サダのオフ会とかあったんだ。サダのオフ会なんか知らないよ。見てもないし。ほら、露出魔がね。だんだんね、一個ずつボタンを外して、私の水着姿、みんな見てねっていうね、恐ろしいよな。うん。こうなったら終わりだよ。女性配信者のみんな、一番見ちゃダメなパターンね。安売りすんなよ、自分を。水着になって、自分を安売りしてね、トークで何もできない奴が、最終的に体を売るんだからね。売春だからね、はっきり言って。インターネット売春婦だよ。ねえ。これは。いや、よくないでしょ。一人でやれよ。うん。見てない。ね、コメントの情報だけで、コメントの情報だけで、監視してるだけだから。ねえ。いや、マリニャンはいいんだよ。俺ね、マリニャンは、褒めるわけじゃなくて、マリニャンは水着になってんじゃん。でもあれは、完全に、女を、ホナちゃんとかマリニャンとか、ねえ、俺ほんと食べ物で遊ぶ人間許せないんだよね、実は。僕ね、料理放送とかやるんだけど、食べ物でさ、まあ、作るじゃん。まあ、作って汚いとかわかるよ。自分が汚いっていうのも、料理が汚いっていうのもわかるけど、全部食べてんのね、ちゃんと配信外では。しっかりと。でも、俺食べ物を使って何かをね、豆腐で例えばさ、なんかね、まあ、脇でおにぎりを握るとか俺絶対やらないもん。まあ、それ食えばいいよ、全部。捨てて無駄にするんだったら遊ぶなよ、食いもんで。なあ。アフリカの子供たちがほんとかわいそうだわ。食べ物で遊ぶんだったら、水着になりたい露出狂なんだろ、ただの。なあ。私は、ね、私の細いっていう体を見て、リスナーに褒めたたいたいものっていうさ、願望なんだろ、お前の。単純な。ね。願望なの？その女の。
裸にはなれないけど水着は見てくださいっていう、え、三流お笑い芸人みたいなことやってんだろな。許せないから、たかしの悪口言ったことだけは、ね、お前たかしの気持ち考えたことないやろ本当に。まあ、そんなね、チンカスみたいなやつの放送なんか見なくていいよ、うん、まあいいや、こんぐらいにしとく。あんまりディスったってね、向こうは俺の悪口も何も言うこともないし、まあそれでこれでぐらいにしとくか。いや、俺たかしとはあの学ぶで一回共演した時に1万円渡してるから、あれはちゃんとギャラとしてな。まあたかしは確かにキャバクラに行った後時にお母さんに呼ばれてるからつって途中で逃げ出して女と出会ったっていうね、で、あのことはしたよ、嘘ついて、うん、それはやったよ。お前も水着やだやだ、俺前風呂配信一回やったじゃん、二度とやらないと決めたから。二度とね、だってあの時さ 0.01 秒に 0.01 秒で 0.1 ミリの玉らしきね、睾丸らしきものが一瞬だけ映ったっていう理由だけで運営から一週間もチャンネルバン食らったから、あの恨みは忘れねえから、二度と俺は風呂配信もやんない。あの時さ、リスナーサービスしてさ、やったのに、その中にさ、リスナーが何を気に入らなかったら知らんけど、リスナーが喜ぶと思ってさ、風呂配信やったら逆にさ、あれ不愉快でした、そんなに。ねえ。不愉快でした？あれは。ねえ。だったらやめた方がいいよ。うん。だから俺はそれ見て、もう嫌になったんですよ。熱っ。体が熱くなってきた、うん、この時間にかけて怒られない？つか寝てたら本当に明日悪いんだけどさ、寝不足で。いいのかな、まだセーフか、 1じゃないから。あれ、これヤミン起きてる？俺聞いてみよう。非常識か、さすがに。あ、起きた。あ、あ、何やってる今？うん、緑、ミスさんだよ。うん。何やってんの今？え、寝てた？あ、ごめん。配信中なんだ実は。ごめんね。うん、俺。明日さ、ライブあるんだよ。そうそう、だからそれ場所とあれを確認しようと思って。あ、本当に？うん、行けたら行こうかなと思ってさ。うん。どこでやんの？渋谷のね、住所 LINE で送るよ。うん、あ、何時に行けばいい？11時にね、会場なので、うん、うん、まあ、11時くらいに来たら大丈夫です。11時に行けばいいのね。で、入場料いくら、ちなみに？あ、でもね、緑吉はね、招待でいいよ。招待って、ね、うん、ドリンク代だけで600円。あ、いやいや、それは払う。いや、それはさすがに、いや、ちゃんと払う。全額払う。あ、